はい、どうもこんにちは、こんにちは。コロナキャットボール専属のプロボーラー鈴木智也と、コロナキャットボール安城店の木村です。よろしくお願いします。今日はですね、スカイトモさんから、コロナキャットボールに挑戦状が届きましたので、今回はこの2人で挑戦していきたいと思います。では安城店に行きますね。はい、はい、安城店、今日のレーンはものすごいですでもちょっと負けじと頑張りたいと思います。平均点236点高いもう最初俺もそう思ったよ、思ったけど頑張りましょう。だって挑戦状で来たからにはさ、頑張ってさ受けて立ちましょうでもなんかさっき練習してた木村さんちょっとバチバチだったんで、若い力に期待したいと思いますでは頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう。では行きます。よっ、はい、よろしくお願いします。よし、ちょっと真面目に頑張ろう。
しいよ惜しいよ、うわOkay.
40。まして、鈴木は243点。そんなにそんなにいらないです。で、はい、はい、木村が180点でした。はい、で2人の合計が423点なので平均点が 211.5 となりました。すみませんでした。ちょっとまだ期間があるので、5月の31日までなのでもう一回ちょっとリベンジしたいと思います。なんか前回も村上プロでやった時にリベンジするっていう話でリベンジが多いスコアはリベンジ申し訳ございませんでした。いや僕がもうちょっと頑張っていれば、はい、緊張で思いより投げれなかったら終始顔が緊張の顔でもうずっとどうやったら10本倒れるかな。まあちょっと次回ね頑張っていきましょう。はい、ぜひリベンジを頑張りましょう。でご感想などありましたらコメント欄によろしくお願いします。あとですねこんなスコアですけども高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。初登場なのでぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。疲労度が普段ない緊張感もうね。もうちょっと頑張ろうねお互いね。いやー。